はい、皆さんこんばんは。クレイジーバーテンダーのケンです。今回なんですけども、格安ボトルでありながら本格的な味わいを楽しめるスコッチウイスキーを一つご紹介してまいります。それでは早速登場していただきましょう。こちら、じゃじゃん。こちらスコッチウイスキーのベルでございます。よいしょ。はい、というわけでこちらのウイスキー、ご存知の方も多いかと思います。こちらはスコットランドで作られるブレンデッドウイスキーになりまして、イギリスではナンバーワンスコッチとして愛される人気の高いボトルになっております。そして現在では日本をはじめとするアジア諸国、そしてヨーロッパを中心に世界120カ国に流通している圧倒的知名度を誇るウイスキーと言っていいかなと思います。そしてこちらのウイスキー、キーモルトとして使われているのはブレアソール、インチガワ、ダフタウン、グレンキンチ、カリラ、ブラドノックなど、スコットランド各地から集められた素晴らしい原酒を使用しており、これらの原酒を贅沢にブレンドすることによってウイスキー初心者から飲み慣れた方まで幅広く支持される味わいを実現しております。こちらのウイスキー、ラインナップも数多くありますが、現在では終売しているものも多く、一番簡単に手に入るのはブランドのスタンダードボトルと言われているこちらのベルのオリジナルになります。こちらアルコール度数は40度、高くても2000円以内で購入することが可能な、お財布にも優しいボトルとなっております。さあ、というわけで本日はこちらベルのオリジナルを飲んでいきたいと思います。というわけで本日もやってまいりましょう。レッツーコスパ最強ボトル。はい、それではお待たせいたしました。まずはこちらベルのオリジナルをストレートでご用意しております。それでは早速色合いの方から見てまいりましょう。はい、こちら少しだけ赤みがかった結構濃いめの琥珀色をしているかなと思います。こちらアルコール度数40度なんですが、粘性もしっかり感じる液体といった印象です。はい、それでは続きましてこちら香りの方を見ていきたいかと思います。まず第一印象としてはキャラメルや黒糖を思わせるような甘い香りが漂ってまいります。そしてこちらバニラ香もしっかりと捉えることができるかなと思います。あとバニラ香と同時にアーモンドのような香ばしさも感じ取れるかなと思います。あとね、わずかではありますがこちら香りのアクセント程度にピート香も捉えることができるかなと思います。こちら鼻をつくようなアルコール刺激感はほとんどないですし、濃厚な甘い風味が中心の香り立ちと言っていいかなと思います。こちら格安ウイスキーではありますが、香りは本格派の雰囲気が漂っているかなと思います。はい、それではお待たせいたしました。早速味わいの方を見ていきたいかと思います。いただきます。軽い飲み口ながらビターでスモーキー、こちら安定の美味でございます。こちらたくさんの原酒を使っていながらもバランスよくまとまっていて、トゲのない非常に飲みやすい仕上がりかなと思います。ボディ自体は非常に軽くてごくごく飲めてしまうような一杯ですが、ビター感と穏やかなスモーキー感が味わえる、ウイスキー初心者から飲み慣れた方まで楽しませてくれる仕上がりかなと思います。こちらイギリスで一番人気というのもね、なんとなくわかるような気がしますね。さあ、それでこちらの味わいなんですが、まず口に含むと驚くほど軽い舌触りを楽しめまして、黒糖やキャラメルのような風味がビターな味わいに変化します。スパイシーな風味もほとんどなく、スルッと喉を通っていく印象ですね。そして喉越しではビター感に加えてスモーキー感も出てきまして、余韻は長く持続するといったことはないんですが、コンパクトにまとまっているといった印象です。こちらのウイスキー、一番評価しなきゃいけないのはこの価格でこのクオリティを実現しているということかなと思います。こちらの近いような価格帯のウイスキーですと、ティーチャーズのハイランドクリームなどは同じようなスモーキー感を出せていますが、こちらのベルのようにビターな甘さがあってしっかりスモーキー感が出せているというのは、このような価格帯ではなかなか探してもないボトルかなと思います。はい、それでは続きましてこちらのベルのオリジナルを使ってハイボールを作っていきたいかと思います。
それではお待たせいたしました。ラストはこちらベルのオリジナルをハイボールでご用意しております。それでは早速飲んでみたいと思います。いただきまーす。うわー、これはもう完全にハイボール向き、そして食中酒向きですね。こちら安定の耳でございます。こちらストレートで飲んだ時よりもさらに飲みやすい仕上がりになって、味わいもですねビター感が控えめになって、ほぼスモーキー一色な仕上がりになるかなと思います。いやー、これぐらいシンプルな味わいですと食事と合わせてごくごく飲みたい一杯かなと思います。こちら先ほども名前を出したティーチャーズハイランドクリームのハイボールよりもスモーキー感はしっかり感じる仕上がりですので、個人的にはこちらのベルの方が好みかなと思います。美味しく頂戴いたしました。はい、それでお疲れ様でした。本日はこちらベルのオリジナルを飲んでいったんですが、いかがでしたでしょうか。こちらのウイスキー格安ボトルながら、ビターでスモーキー感ある仕上がりで、ウイスキー初心者から飲み慣れた方まで、幅広くおすすめできる一本かなと思います。こちらのベルのオリジナルは、スーパーなどでも購入できるところ多くあると思いますし、バーなどに行きますとベルのオールドボトルなどを扱っているところも多くあると思いますので、見つけた際はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回の動画は以上になります。こちらの動画気に入ってくださいました方は高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それで皆さんまた次の動画でお会いしましょう。またねー。